さんです。オレンジリーフは歌で清水の街を元気にするプロジェクトから、5月に誕生した大学生のアイドルグループです。福祉の祭りを盛り上げますので、ぜひ応援をよろしくお願いいたします。それではよろしくお願いします。ちょっと2番のマイクがあれ入って、ああ入った、入りました。今日は皆さんお集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日ちょっと風が強くてね、すごい暴風で、はい、皆さんいろんなものが飛ばされないように気をつけてください。はい、はい、で今日はエスパルスの試合があります、ね、あるということで、はい、私たちもエスパルスを応援する、応援する曲、はい、ビクトリーという曲がありますので、まずそちらから、え、待って、はい、自己紹介しよう。あ、ごめんなさい、なんかもうすっ飛ばしてました。はい、自己紹介します。自己紹介、うん、はい、すいません、自己紹介します。メンバーカラー赤、人生ノリノリみゆうです。お願いします。みゆちゃん、はい、メンバーカラーピンクの桃が大好きなもみです。お願いします。桃ちゃん、はい、メンバーカラー水色、オレンジリーフののどまなです。まなちゃん、はい、メンバーカラー黄色のエクボの深澤駿河湾
この曲で勝利に近づいてくれたら嬉しいです、ね、勝ってほしいですね。なんかみんなめっちゃ疲れてる。ちょっと間違えちゃってないけど声がまた出なかった。いやでもまあ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 ここにあります。はい、皆さんぜひ見に来てください。お願いします。頑張ってね、みんなで考えて作ったよね。はい、そうです。残念ながらちょっとタオルはね間に合わなかったんですけど、まあ、次回なんか10月6日のステージの時には、はい、タオルも一緒に売られるみたいなので、その時皆さんまたお願いします。お願いします。お願いします。ちょっとさっきあのお弁当食べたばっかりで、すごいそうなんですよ。そう、なんかこの2人が本番10分前にお弁当をなんか食べていて、食べ始めてね、はい、さっきまでずっと食べてて、そう、爆速で食べてます。今すごい今出てきそうだよね。ここまで今来てます。ここまで来てます。はい、じゃあ何かあります？あります、ね、あ、そう、ベトナムにね行ってたんですよ。そうなんです、ね、ベトナムに一昨日ぐらいまで行ってたので、ちょっと今ちょっと時差ボケで、時差ボケ、時差ボケでちょっとやっぱりちょっと喉も来ちゃってるのかなって感じもあるんですけど、はい、でもすごい楽しかったです、はい、でもそのベトナムに行ってる間にみんながすごいあの活躍してくれてたので、どういうことをしてたのかちょっと聞きたいと思います。じゃあそれはインスタ見てください。ちょっと時間がないので待って。じゃあ、私たちのこれ、いつも歌っているデビュー曲を皆さん一緒に歌いましょう。一緒に歌いましょうなんだ、はい、それでは私たちのデビュー曲を聴きください。せーの、レディーゴー。I'm not afraid to die.
る。くのさんのところで、ジムの椅子のレースはい、大会があって、そこのステージに私たち出させていただけることになったので、はい、ぜひ10月1日に土曜日に私たちにまた会えるので、ぜひそちらのステージもチェックしてみてください。お願いします。物販のとこでさ、次回の紙を配ってるので、はい、ぜひお越しください。今日はグダグダで、はい、ごめんなさい。アンコール、今日はね、エスパルスの試合なので、ビクトリーをもう一度皆さん一緒に歌いましょう。あのオーンとこう歌ってくれるの嬉しいです。お願いします。お願いします。スポーミのソロも注目して、はい、注目してみてください。じゃあもう一度ビクトリー
Instagram、YouTube、Twitter もやってますので、そちらのフォローもお願いします。お願いします。ツッパもお願いします。